皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャージ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂先生、はい、最近学生生徒さんの声ってあんまり聞けてなくないですか？そういえばそうですね、あの特番の3ミニッツとかですね、出ていただいてるんですけど、実践プレゼントいったのはしばらくないですね。そうですよね、まあ、最近やっぱりギガスクールもあって、学びの環境 ICT の環境ってすごく変わってきてますので、ここらで学習者の目線ってもう一回聞きたくないですか？そうですね、ぜひ聞きたいですね。あの ICT が目的化するんじゃなくて、まあ、あくまで主役は、まあ、生徒さんたちですから、まあ、その生徒さんの生の声って聞いてみたいですね。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、教徳学園高等学校1年生の松尾大香さんです。松尾さんは中学生の時から教徳学校に入られたそうですよ。久々のアイスチューデントですね。あの私も中高生になった気分でですね、あの声に傾けたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは教徳学園高等学校1年生の松尾大香さん。プレゼンタイトルは教徳学園中学生が学ぶ ICT と STEAM、 ICT、STEAM の授業を受けて私たちが感じたことです。松尾さん、よろしくお願いいたします。どうぞ。こんにちは、教徳学園中学高等学校高校1年の松尾大香です。今回は教徳学園中学生が学ぶ ICT と STEAM、 ICT、STEAM の授業を受けて私たちが感じたことについて紹介をしていきたいと思います。まず教徳学園中学高等学校は東京都の武蔵野市にあります私立の共学の進学校です。教徳学園では一人一台 iPad と Apple Pencil を所有していて、さまざまな授業で活用しています。教徳学園ではこのような授業があります。中学1年生2年生では ICT、 中学3年生と高校1年生は STEAM という授業があります。深い話は教徳学園の品田先生、横浜先生、先輩の石井清先輩が紹介しているので、ぜひそちらも見てください。今回私は生徒の目線でどのような授業なのか、どんなことが身についたのかについて紹介をしていきたいと思います。まず中学1年生2年生の ICT の授業です。教徳学園では iPad をもらう際に一緒にこのマニフェストという紙を一緒にもらいます。マニフェストとは、自分が iPad を使う際に最低限守るルールやマナーを自分で考えて書き出します。これは iPad を正しく使うために一番最初に行う授業です。次に FFE、 フリーフォールエッグについて紹介をします。フリーフォールエッグとは、卵を高いところから落として卵が割れないようどうすればいいのか、グループで工夫しながら行う授業です。このように卵をスポンジで覆ってタコ糸を結ぶチームがとても多かったです。この授業はチームワークがとても大事になっていて、他のグループからの情報だったり、その知識を高めていく授業になっています。次に中学1年生最後にやった映画祭です。これは SDGs の14番、海の豊かさを守ろうをテーマにコマ撮りを行いました。コマ撮り作成や背景などすべてグループの全員で話し合いながら行いました。次に中学2年生の ICT の授業です。中学2年生では主にアプリの使い方について学びました。キーノート、ページーズ、ナンバーズ、また授業ではロイドノート、動画編集では iMovie を使用しました。また Adobe のイラストレーター、フォトショップ、ラッシュの使い方を学びました。次にフェルミ推定についてです。フェルミ推定とはプレゼンの流れを作る際にとても重要なものとなっています。仮説を立て分析をし、根拠となるデータを集め、プレゼンの流れを作っていきます。次に中学3年生の STEAM の授業です。この黄色で囲ってあるのが私たち独自で考えた授業となっていて、これは後編でお話しするので、ぜひ見てください。
次に今私がやっている高校1年生の STEAM の授業についてです。高校1年生で使用したアプリはガレージバンドと Adobe のエクスプレス、キーノートです。まずガレージバンドは自分を音で表現しようということをテーマに、ガレージバンドを使って自分に合う曲を作りました。これは実際私が作った音楽です。それと同時に Adobe の Express を使ってロゴを作成しました。アプリを開くとこのようになっており、ポスターやロゴ、名刺などが作れます。実際に私が授業で作ったのがこれで、他にも聖徳学園のロゴや私自身のロゴも作成しました。次にキーノートです。これは今授業でやっていて、高校1年生数学確率をテーマに私が実際に授業をします。 ICT と STEAM の授業ではとてもワクワクします。この授業はとても授業っぽくなくて、先生が前に出て話すということではなく、グループ内で自分が知っていることだったり、その調べたことをグループ内で共有をして、より良いものにグループ全員でしていきます。でまた悪いことをしなければ自由にいろんなことをしてもいいという授業で、雰囲気はとても緩いんですが、そのやっている内容はとても深くて、私たちの社会だったり、その ICT が広がる時代にとても適した授業になっているなと思います。この授業を得て、とてもコミュニケーションが大切だなということが分かりました。ICT と STEAM は、グループワークがとても大切で、中学1年生と2年生はあまり自主的に私は行動することができなかったので、中学3年生や今になってグループワークってとても大切なことなんだなということに気がつくことができました。後半では中学3年生の STEAM の授業で1年間どのようなことについて学んだのかについて、紹介をしますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。オンライン授業でノートってどう取る？国際キリスト教大学教養学部3年の石井清です。オンライン授業ということで、この言葉もだいぶ聞き慣れましたが、コロナになってから授業のあり方というのも少し変化しましたが、私はですね、ノートの取り方というのも、ちょっと変化したんじゃないかなというふうに感じています。対面の授業ですと、大学の授業ですと、だいたいこうレジュメというものが、だいたいこう授業前に紙で配られるんですが、オンライン授業だと別に紙で配るわけにはいきませんので、大体 PDF や Word で配布されることが大半です。で例えばですね、 Word で配布されたものをダウンロードして、Word を開きながらかつですね PC で Zoom を受けようとすると、皆さん大体こんな風に一つの画面で大体こう二分割してやるというような感じがメインなんですが、これだとですね、ちょっとこうやりづらさっていうのが残るんですね。なのでコロナになってからですね、圧倒的にですね、ノートは iPad でという人がですね増えた印象を受けます。基本皆さんですね、 Adobe の Acrobat だったり GoodNotes を使っている方が多いと思うんですが、今回はちょっと違ったアプリもですねご紹介したいと思います。それがですね Liquid Text というものなんですが、ちょっとですね実際に画面見ながら説明していきたいと思います。こんな感じで PDF を立ち上げていただきますと、実はですね、例えば大事なところをですね、ピックアップして、右にこうですね、自由自在に持っていくことができます。で、これ何が便利かっていうと、例えば長い論文とか、長い PDF を開くときに、大事な部分だけを簡単にピックアップしたいっていうふうに、こういうふうに簡単にできます。で、各それぞれ色分けすることもできるので、こんな感じで色分けしてですね、あとは PDF 本体と右に持ってきた部分がどこでこうつながってるかっていうのも一瞬で分かることができるので、大変便利かなというふうに感じています。あとこの面白いところはこんな風にですね、リクイッド、液体みたいにですね自由自在にですね動かすことができるので、この要素とこの要素がつながっているとか、こことここ重要な部分一緒だなっていう風にすることができたりするので非常に便利です。あとですね、有料版ですと、ここにさらにマーカーで書き込んだりとか、ハイライターでハイライトしたりなんていうような風なことができたりします。こんな感じですね、リクイットテキスト、非常に便利かなというふうに思っています。特に先ほども言いましたように、長い論文だったり長い PDF、
例えばこう取扱説明書とかですね、よく使う設定とかがあればそこだけピックアップしておけばいいですし、まあ、大学生ですとこう論文でここだけ引用したいとか、あるいは最初の1ページと20ページだけこう引用したいとかっていう時に、大事な要素を簡単に切り取って右に持ってきて色分けしてっていうふうなことをすると、論文だったりあるいはレポートがすごい書きやすいんじゃないかなというふうに思います。アップストアで無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。はい、ということで聖徳学園高等学校1年生の松尾大岡さんのプレゼン、岸田君いかがでしたか。はい、とっても素晴らしかったですね。普段篠田先生からですね、授業の話だとかお聞きすることもあるんですけど、そういえば中学校の話とかってなかなかなかったので、とても新鮮に感じました。そうですよね。また今日の、まあ、生徒目線でどういうふうに見えてるっていう話の中で、授業っぽくないってコメントされてたんですけども、あれ最高の褒め言葉だったなって感じました。そうですね、ワクワクなんて言ったところが最初に来てましたけれども、まあ、我々大学の方もね、こういう、まあ、小中高でだんだん変わったタイプのですね、生徒さんが上がってくるということで、まあ、授業のあり方も考えなきゃなっていうふうにもう強く思いました。はい、というところでお時間になってしまいました。iT チャージ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.